太宰が行方不明。電話も繋がりませんし、下宿にも帰ってないようで。また川だろ。また土の中では？また留置所でしょ。先日の一件もありますし、マフィアに暗殺されてたりしたら。アホか。あの男の危機察知能力と生命力は悪夢の域だ。あれだけ自殺未遂を重ねてまだ一度も死んでない奴だぞ。己自身が殺せん奴をマフィアごときが殺せるものか。でも僕が調べておくよ。谷崎さん、いや、もう大丈夫なんですか？うん、もう全然。与謝野先生の治療の賜物だな。はい。で、何回解体された？1回、2回、3回、4回。あちし君、探偵社ではね、絶対に怪我しちゃダメだよ。今回はマフィアを相手と知れた時点で逃げなかった谷崎が悪い。まずいと思ったらすぐ逃げる、危機察知能力だ。例えば今から10秒後。10、9、8、7。電話に出てください。何かしらのカウントダウンが始まって、ナッポさんが前に。何ですか、怖い。0。寝すぎちまったよ。与謝野さん。ああ、アツシ、どっか怪我してないかい？大丈夫です。チェッ。ところで、誰かに買い出しの荷物を頼もうと思ったんだけど、あんたしかいないようだね。アツシ、ついておいで。あれ、みんないつの間に危機察知能力ってこれ？アツシ、行くよ。はい。